2024年プロ野球ドラフト会議サポーティドバイリポビタンで24日日本ハム新庄剛志監督52が24日ドラフト会議で来期も続投することを発表した今期が3年契約の3年目自身の去就について明言を避けていたが異例となるドラフト会議での続投発表となった5球団の競合となった命大 早山のくじを小村球団社長が外したが、福岡大王掘り最速149キロで高校通算19本塁打に投入柴田寺氏、レオ、投手18、を外れ1位のくじに登場し、ソフトバンクとの一騎打ちを制した。1位指名後に取材に応じた新城監督は、テレビを見てこの子欲しいと思った。くじの、相手はクライマックスで負けた国母ホークス。 このりは何とか返すと、したら勝った。将来性がめちゃくちゃある。バッティングのバットの軌道が大谷選手にそっくりで左中間にも大きいのが打てる。一緒にとにかくやりたいという気持ちはありますねと話した。2006年に日本ハムで現役を引退してから、バリ島に移住するなど球界とは距離を置いていたが、19年11月には現役復帰へチャレンジすることを発表。 20年12月の12球団合同トライアウトに日本ハムのユニフォームで参加し、安打も放ったが、NPB 球団からのオファーはなかったため、現役復帰を断念することになった。22年シーズンからは日本ハムの監督に就任。ビッグボスと自らの故障を定めるなど、球界の前例や常識にとらわれない練習やオーダーなど次々に挑戦して大きな話題を集めた。22 23年は最下位に沈んだが、今季は貯金15の2位と躍進。積極起用してきた若手が次々と開花して、CS 第1シリーズでもロッテを破ってソフトバンクとの最終シリーズにも進出した。ソフトバンクには3連敗で敗退したが、試合後には成長度は12球団ナンバーワン。よく、僕のやり方についてきてもらった、トムネを張り、自身の去就に関しては、 今後、僕がどうするかはドラフト会議が終わった時にしっかり答えを出しますので、ちょっと待っていてくださいと話すにとどめていた。